大谷翔平選手、今季メジャー最速190キロ弾に世界が驚愕。現実とは思えない海外の反応。今日大谷翔平選手は5打数3安打2打点と猛打賞に加え三冠王に向けて貴重な2打点を挙げ、今日も躍動を見せましたが、エンゼルスは敗戦し3連敗。今季 82% の試合を消化し63勝70敗、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は圏外7位。プレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り29試合で27勝2敗勝率 93% が必要。ファングラフスが算出しているエンゼルスのプレーオフ進出確率は 0.0% と、エンゼルスは9年ぶりプレーオフ進出はもう絶望という状況のため、もうチームの勝敗はどうでもよくて大谷翔平選手だけを楽しみに見ているという人も多いのではないでしょうか。大谷翔平選手は右肘内側側副靭帯の損傷のため今季これから投手として登板しないと発表されましたが、怪我が公表されてから今日まで5試合連続で打者として出場を継続しています。た、最新の情報としてフィル・ネビン監督が今日試合前の取材で、来年はリハビリで少しばかり離脱してしまう、彼は今年特別なシーズンを過ごしており、今シーズンまだ多くのやるべきことが残しているから、その活躍を続けてほしい。私が知る限り DH として出場し続ける。どんな決断を下しても私はそれを支持すると発言しており、おそらく今季は打者として出場を続けることが濃厚です。なお、このネビン監督の来年はリハビリで少しばかり離脱してしまう、これはエンゼルスに残留しトミー・ジョン手術の後のリハビリすることが実は決まっているのではと海外の掲示板で話題になっているのです。さらにこのエンゼルス残留説を後押しするように、今日エンゼルスは8月1日のトレード期限直前に買い手となって補強したばかりの4選手を含む主力6選手をウェーバー工事、非常に端的に言えば首にかけたことが報道され、これもコスト削減をし大谷翔平選手に好条件を提示する準備ではないかと見る指揮者も多いです。ただ全ては憶測に過ぎないので、今後については大谷翔平選手の言葉を待ちましょう。さて、今回は今日放ったツーベースが今季メジャー最速の打球速度を記録したことと、そのことに寄せられた海外の反応を紹介します。その今季メジャー最速弾が飛び出たのは9回表西二塁の場面で迎えた第5打席。ツーボールから直球を豪快に振り抜くと、今季オルソン選手とスタントン選手に並ぶメジャー最速となる 118.6 マイル、 190.8キロの強烈なフェンス直撃のタイムリーツーベースを放ったのです。これには中継局バリースポーツウエストの解説者で球団 OB のマークグビサ氏は、本当にすごい打球だった、現実とは思えないと驚愕の声を上げました。この今季メジャー最速の打球速度のツーベースに寄せられた海外の反応がこちらです。大谷のバットスイングは異常、別次元だよ、人体なんてくくらえ、翔平大谷、この男は本当に人間なのか、人体が彼の力を制限していた、人体から解放された今俺たちは彼の真のパワーを目にすることができる、怪我してるんだよな、今季投手としては残念でしたが MVP、 ホームラン王、打者三冠王、トリプルスリー、22年ぶり MLB の負の記録を断ち切る400塁打という、まさに漫画の世界でも存在しないことを実現するかもしれません。今季そして来季一体どうなるのか不透明な状況ですが、どんな判断をするのであれ、ファンとして大谷翔平選手のことを応援します。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。